はい、どうも、激辛マニアのユッキーです。今日はですね、ココイチ、またココイチでございますが、今回は、ポークカレーの甘口ポークカレーにですね、ゴアマを追加し、さらに、10辛を追加してます。ね。いいですか？甘口ポークカレーのゴアマに、10辛追加してますので、さあどうなる？この10辛をね、ゴアマと甘口ポークカレーによって、無効ができるのかという、チャレンジですよ。チャレンジ精神ユッキー。いや、多分これ10辛勝つと思うんだけどな。やっぱり。でもあの甘さはやばかったからね。蜂蜜の甘さはやばかったんで、意外と、わからないこともないかも。意外と奮闘するかもしんない。ごあまがね。意外と奮闘してくれる可能性があります。どうでしょう？ね。一応タオル用意しとこう。大変な鼻水と、あれが来るから。大変なことになるので、一応タオルを準備し、それではいただきまーす。ん？うわっ！うわ、甘っ。うわ。うわ、甘か、甘いけど辛っ。うわ、うん。うわ、これはあれだ。あ、でもそれなりにまろやかになってる。あのね、蜂蜜にね、唐辛子まぶしたような味です。うん。うわ、甘っ。甘いけど、辛い。うん。あ、うん。あのね、甘い。うえ。あのね、味は甘いんだよ。ただね、ピリピリっていうかね、口の中の刺激がね、あるんで、刺激自体はある。うん。うわ、にしてもまずいな。甘口。このさ、蜂蜜感、まずっ。うわ、まずっ。このさ、なんでこのさ、蜂蜜味のさ、カレー食べなきゃいけないのっていう。そんな心境、俺の中で。うん。あ、辛い。辛いは辛いですね。やっぱり。うん。でもまあ、幾分マシかな。マシだけど、単品の、普通の、ポークカレーに、
10辛を追加した方が、何倍もうまい。っていうか、ごあま追加するとものすごくまずくなる。うん。ごあまを追加するとね、カレーがね、蜂蜜味になるんですよ。っていうか、シロップ味になるっていうのかな。あ、やっぱカレーな。ごあま追加してもカレーもカレーよ。むしろ、シロップ味になったことでなんか、まずくて、まずくて空気にうせるんやけど、まずいなぁ、これ。マジでこれ、ごあまはちょっと大人が食うもんじゃないぞ、これまず。なんでシロップかけまくったカレーを食わんにゃならんのだね。あっつぅ。ああ、カレー。うわ、まずい。本当にまずい。カレーってこんなにまずくなるもんなんだっていう。松屋のなんとかカレーだっけ、何カレーだっけ、あれ松屋の夏限定の何カレーっつったっけな。あれよかまずいかもしれん。あれくっそまずいね。なんやったっけな、夏限定のね。なんやっけな、あれ。夏限定のなんちゃらカレー。あれは、ゲロの味がした。あ、トマトカレーや。トマトカレー。あれ、超ゲロまずなんですよ。5年ぐらい前に食って、腹
吐きそうになった。うわ、カレー、やべえ。ああ、うえ。このまずさやべえな。このカレーのまずさやべえな。これもちょっと、やべえな。まずすぎる。生地、10辛が入ってる分、余計に、食いづらくなって、おまけにまずいという。伝説的にまずい。なんでこんなの頼んだったんだ、俺は。まず。汗ダックダクや。汗ダックダクの上になんでこんな。甘ったるいこんな。まずい。カレーを汗だくで、汗だくにして食わなきゃいけないんだ。マジでもう。な、最悪や、これは。罰ゲーム級や。これはあれやぞ。甘いもの苦手な俺みたいな人間にはもう罰ゲームやぞ。おまけにお前汗出るわ。鼻水出るわ、あれ。おまけにまずいわ。甘いわ、あれ。なんでこんなの。俺は食ってるんだ。ああ、これはもう最悪だ。こんなもう600円も出して700円ぐらいやったっけ、出してなんで買わなきゃいけないんだ。ふざけんなよマジで。うわ地獄だ。うわうわ、なんじゃこりゃ。こんなのってあるかよ。こんなのってあるかよ。うえ。あんま。うえ。砂糖や。ガムシロップや。ガムシロップをかけまくった。
カレーだ。でもさ、学校にさ、学校の給食でさ、食べたさ、あの甘口っていうかカレーライス、あれ甘口でうまかったよな。うん。あれぐらいの程よい甘口よ。あのカレーの王子様的なレベルの、あの甘口のね、あれは本当に別格よね。本当に給食の小学校で出た、あの給食のカレーライスは、ガチでうまいよね。それに比べてお前、これはなんだよ。汗水流して、食う代物じゃないだろ。ぜーぜー言いながらさ、うえーとか言いながらさ、食うもんじゃないでしょ。これはあれやな。この視聴者に是非食ってもらいたいですね、これね。ほとんど地獄を見る。地獄カレーと呼べる代物。だってこんだけ汗かいてさ、ぜーぜー言ってさ、あーカレー言うてさ、雨言うてさ、上まずー言うて、地獄だろ。もう俺が命名しよう。これ地獄カレーと呼ぶ。ふさわしいね。悶絶必至。普通の甘口ポッカレーのごあまよか。はるかにまずい。伝説の激まずカレー。本当にえずくレベルの甘さですよ。ほんとこれ考えたやつ、絶対これあれだろう。ガムシロップ使ってるだろ、100%。ガムシロップと蜂蜜を混ぜたやつ。おう。蜂蜜だけじゃこんな甘くならん。もうこの甘さ、まさに砂糖の甘さ。まだ蜂蜜は自然な甘さだからいいけど。砂糖の甘さよ、これ。完全に砂糖。うわ。ドアメウ、ドアメウ上には。この激辛よ。そして汗が出り、汗が出て、ぜーぜー言いながら、しゃっくりと鼻水を出しつつ、食う。これを地獄と呼ばずして、何と呼ぶのかね。
これはぜひ地獄を見たい人はね、これぜひ、食ってもらいたいですね。ぜひね。ちなみに、なんかよくわかんないんですけど、俺が行った店舗ではですね、なんか甘口ポークカレーっていうのがなかったんですよ。あの、インターネットのネットで、ココイチのサイト行ったら甘口ポークカレーっていうメニューがあったんですけど、なんか載ってなくって、これ甘口ポークカレーってありますかって聞いたら、あ、ありますよって言ったんですよ。でもメニューに載ってないみたいですね。いわゆるちょっと裏メニュー的な存在なのかもしれません。甘口ポークカレーはね。店員さんも困惑してましたからね。甘口ポークカレーに、あの、ごあまと10から入れやってくださいって言って。え?みたいな。ひえ?みたいな顔してましたよ。ああ。なんとか、なんとか、20分かけて、ルーをようやく処理した。あらかた。地獄や。今後俺は、あ、カレー。ココイチはあれや。絶対甘口は頼まないでおく。ただ単に10からだけだったら、こんなに、カレー自体はうまいからさ、それなりにスイスイ、あの、進むと思うんだけど。ただ辛いだけだったらね。これは、辛いに追加して、甘いもん。あ、なんか、鼻の穴になんか、カレーの、辛いのが入った。あ、カレー。いてててて。なんか、穴に入った。あ、ルーが入った。あ、いてて。鼻いて。あ、いてて。いて。なんかツーンとするわ。もう。はい。ごちそうさまでした。これは文句なく、一つ欲しい。まずい。地獄カレーと呼ばせてもらう。ね。皆さんご視聴ありがとうございました。